こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。イタリアから日本に帰るだけになりました。でも日本への飛行機はベルリンからです。乗り継ぎが大変ですが、なんとか無事に旅を終えることができました。ドイツから始まったトータル80日の旅が終了しました。それではどうぞ。9月20日ベルガモのホテルのレストランです。オープン6時半と同時に食べ始めます。今回の旅最後のホテルでした。さすが四つ星、対応も丁寧です。これで気分よく旅を終えれそうです。6時48分のバスが1分遅れてきました。そろそろ夜明けです。ベルリン行きは予定通り9時15分の出発です。ここでのライアンエアの存在は圧倒的です。まるで自分の国のハブ空港のようです。飛ぶかななんて心配していましたが、これなら大丈夫です。ライアン航空の尾翼とベルガモの街です。搭乗開始です。ライアン航空はアイルランドに行くとき利用しました。当時は格安航空そのものでしたが、ここでは対面カウンターがあり、イメージ一新です。私のスーツケースが運ばれていきます。なんと私の席は 1A です。飛行機に入ってすぐの席です。飛び立ちます。これでドイツの旅から数えると飛行機は18回目になります。日本とベルリンの往復の航空券なので、ベルリンに行かなくてはいけません。飛び立つとそこには山が連なっています。方角的にアルプス山脈と思われます。飲み物は有料ですが、そんなに高くありません。アルプス山脈を越えます。場所は特定できませんが、イタリア、スイス、オーストリアの国境周辺だと思います。山脈を抜けるとドイツの大平原が広がります。雲に何かが映っています。アップにします。ブロッケン現象です。ベルリンに近づいてきました。ベルリンの市街が北に見えます。ベルリンの南、シェーネフェルト空港に着陸します。この空港は格安航空会社の便が多い。現在のベルリンのメイン空港であるテーゲル空港が手狭なため、シェーネフェルト空港の南に大きく拡張して2017年新空港として開港の予定です。何せ席が 1A なので1番です。1番でタラップを降りるのは初めての経験です。格安航空のせいか、新空港がそろそろ開業の予定のせいか、空港の設備はプレハブ風です。新空港の開業が待たれます。これからテーゲル空港に向かいます。ここシェーネフェルト空港には何もありません。鉄道駅まで歩きます。カタール航空はテーゲル空港からの出発です。時間は十分あります。エアポートエキスプレスがあるようですが、よくわかりません。駅員さんに聞くと SQ 線に乗り、途中で乗り換えて中央駅に向かうということです。オストクロイツで乗り換えです。ベルリン市内の観光は7月24と25日にしているので、今日は移動だけです。
ボストクロイツで乗り換えます。ベルリンの中心を流れるシュプレー川を電車が渡ります。中央駅に到着です。今回の旅はここからポーツダムに向かったのが始まりでした。ドイツといえばソーセージです。ビールもあったのですが、万が一飛行機に乗り遅れたら大変なのでコーラで我慢です。バスでテーゲル空港に向かいます。テーゲル空港です。一度来ているので慣れたものです。ドーハ行きは定刻です。テーゲル空港は手狭で休むところが少ないです。お土産屋さんもないに等しい。いよいよ搭乗の時間となりました。これでドーハで乗り継げば日本です。82時間の旅も終わろうとしていますが、最初のドイツの旅が曖昧になってきています。でもライン渓谷、ケルンの大聖堂と思い出がたくさんあります。バルト三国とウクライナも旅しました。フィンランドで風邪をひいたことも思い出になってしまいました。アイスランドから最後がイタリアの旅です。私的にはレンタカーを駆使して冒険の旅でした。7時過ぎから食事タイムとなりました。最後はデザートで締めます。ドーハにはベルリンから約6時間で到着です。ベルガモからベルリン、そしてドーハの位置関係です。日付は21日に変わっています。ドーハは世界中からお客さんを集めているといった感じです。夜中ですが眠らない空港です。成田行きは定刻です。搭乗口は多くの奥です。日本に帰るにあたって心配事があります。裏山の茗荷がどうなっているかな。飛行機に乗ったら即寝ます。他のお客さんは食事タイムのようでした。約8時間寝て食事にしてもらいます。ヨーロッパ時間でいうと朝食ですが、日本時間だと早めの夕食時間です。日本です。長かった旅も終わろうとしています。成田の上空でしょうか。もう何の心配もいりません。日本語の世界です。東京駅までバスにします。新幹線で名古屋へと向かいます。これで今回の旅は終了です。長い間お付き合いいただきありがとうございました。80日間で15カ国、世界遺産106カ所を巡りました。翌朝22日、裏山に行ってみました。不作と言われながらたくさんの茗荷が取れました。天ぷら、酢漬け、味噌和えと日本の味を堪能します。いかがでしたか。名残惜しいですが終わっちゃいました。ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんはどこが印象に残ったでしょうか。私的には旅そのものの行程が冒険でした。ご視聴ありがとうございました。